はあ？添い寝？なんだか心細くて、せっかく一人部屋を割り当てられたのに悪いけど、お願いできる？ミスリルリットポット。俺は別に構わないけど、でも…でも？こういうことはシャルフェンシャルに頼むべきだと思うんだ。うん。え？いや、それはその、恥ずかしすぎるっていうか…バカだな。そんなこと言ってたら一生恋は実らないぞ。前にも言ったよな、既成事実から生まれる恋もあるって。よし、俺が今から頼んでやる。ちょっと待ってよ、ミスリルリットポット。離せアン、俺の恩返しを邪魔する気か。いや、それって全然恩返しとかじゃないから。恩返し、何の騒ぎだ。おシャルフェンシャル、ちょうどよかった。アンと添い寝。ごめんシャル、起こしちゃった？何でもないの。お前たち、何か見たか？え、何かって？紫色の何かだ。紫色…ちょっとシャル、何のこと？やっぱりいるのか、幽霊が。何かがいるのは確かだ、気をつけろ。ちょ、シャル！人を怖がらせるようなこと言うだけ言って。そんな…だから言ったろ、素直に添い寝してくれって頼んだら今頃…それとこれは違うから！お願い、ミスリルリットポット、今日はこうやって寝てくれる？おお、いいけどな。